おはこんばんは、皆さん、どうも、ミキです。ミキチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、大変長らくお待たせいたしました。やってよ、ミキ。教えて、ミキ。ミキの質問コーナー。YouTube のコメントで募集しますって言ってですね、たくさんの合計何通かもう忘れましたけども、ものすごく本当にたくさんのコメントが来てきまして、ありがとうございます。6月には出しますっつって、まあいつものねことでね、いつものことにしないでくださいって感じなんだけど、まあ遅れました。7月になってました、気づいたら。それではいきますよ、ミッキーの質問コーナー始まるよ。映画で面白かった作品を教えてください。最近見た映画、パラサイトかな。ミッキーちゃん初コメ。ミッキーちゃんが YouTube を職として生きていこうと決めたきっかけなどありましたら、今改めてお伺いしたいです。職として決めたわけじゃないけど、夢があるなと思ったからかな。素朴な疑問ですが、ずっと気になってて、利き手右利きっぽいのに時計を右につけてるのは意味とかあるんですか？これね、全然意味ないです。ディズニーに行くときに最小限の荷物しか持ってきたくありません。ミッキーちゃんのディズニーに行く上での必需品は何ですか？一つ目がこの一眼レフと、この一人用の、座るやつ。年パスとか、ファンダフルのカードとか、いろいろと入ってるカードを持ってきます。ミッキーがなぜここまで嫌われているのかを分析。昔は可愛げがあったが今はない。その理由は中学生だから許された生意気さも、ニートだから生意気だと反感を買うだけで許されない。本当にその喋り方だから、やることやってないと反感買いやすいから。またコメント欄を閉じて、評価の非表示はそれを本人が気にしているのも伝わり、卑屈になっている印象を与えてしまう。動画では元気よく振る舞おうが無理しているように見えていたりだし、あとコメント欄を閉じるより動画の質を改善しようと見る人の大半が思っているだろう。明らかに欠点が多く、それを指摘されるのを嫌がる自己防衛的な卑屈さがさらに印象を悪くしている。嫌われ商法に執着すればまだ潔いが、プライドが邪魔してそれすらできる。怠け者を嫌われるのは当然で、それを改善しない限りヘイトで再生回数を稼ぐしかできない。怠け者で使ったナビの話、中途だらしない体験、ヘアトリばかり笑顔にせず、これはマジで社会性がないので怠けている印象を与え、高人気度も低く、企画力もないことも批判の対象になる。言い訳も多い、テレビ見るから動画休みますとか、社会的にありえない理由で仕事をさせて黙ってサボればいいの。そういう余計ヘイトつける神経が普通のことする。別に中途でも YouTube に宣伝してもいいが、その YouTuber としての仕事が中途半端すぎてただの怠け者に見えてしまうのが嫌われる原因だ。何も企画が思いつかないのは考える力がないのと、外から入ってくる刺激がないから。ニートの武力を見せられても変化がなくて退屈なんで、ほぼ購入品紹介ばかりだが、それもただ欲しいものを買っただけのついでの動画。買ってみたなら目を引くようなものか、あとやってる時計の企画を考える。ねえ、どんな気持ち？こういう気持ち。よく昔の動画消さないで、めちゃくちゃ黒歴史だよ。もう5年前の動画とか見れないもん、自分じゃ。歯の矯正しないの？歯並び綺麗なミッキー見てみたい。お金をください。そもそもなんでコメント欄オフにしてるん？コメント欄ブロックしてたの？未成年動画のコメント欄だから、YouTube 側から閉じられたと思ってた。なぜコメント欄を封鎖してしまったのですか？そもそもコメント欄なんでなくしたの？こいつはアンチ嫌いだから、コメント欄、閉めてるんだよね。きっかけは YouTube からだけど、収益化とか外されちゃう可能性があるみたいな、なんかそういう感じだったから、自分から主導でやった感じです。なんで YouTube の意見に同意したかっていうと、ここに書いてあるけど、こいつはアンチが嫌いだから、アンチが好きな人はガチでいないと思う。それは本当に危ない。好きな瀬戸康史さんはいますか？好きな瀬戸康史さんって何？おしゃれに興味を持つようになったのは何かきっかけがありますか？ボーンってこうなんかプリントされてる T シャツとかを、去年、なんかこう、宣材写真とか撮るときに、ああ、そういうのじゃなくて無地の、こうなんか、シンプルなやつ着ようって思ったのがきっかけな、かな？最近編集に凝ってて楽しく見れるから嬉しいぜ。今の時期みんなピリピリしてるけど、ミッキーの動画面白いっす。ありがとうございます。これからの人生考えてますか？今やっている物事が、これ今後も続いていくな、みたいなことでこう考えることはある。なんでダイエットも投稿も早起きも全部長続きしないの？それはですね。あとランニングもね。よくそんなに自分に自信持てますよね。そこ関係ある？ミッキーのやりたいことや将来の夢を教えて。はい、こちらが私の夢というか、叶えたいことです。よろしくお願いします。ミッキーって YouTuber 以外にも仕事するの？やりたい仕事たくさんあるから、YouTube だけではないと思います。ただ、みんなには別に言わないと思います。それはプライベートの話になるので。将来のこととか考えたことありますか？親に泣きついたらどうにかなるみたいな時代が終わった後のことを考えたことありますか？将来のこととかは、小学校を低学年の時からずっと考えてました。私は何ができるだろう？私の役目とは何だろうということをずっと考えてました。だから YouTube を見つけた時にこれだって思ったっていうのがあるんですけども、さっきも言ったけど、今やっている物事がこれ未来にもつながるなっていうことで未来を見てることはあります。で、親に泣きついたらどうにかなるみたいな時代なんですか今？そうなんですか？そんな世界だったんですか？で、知らなかったから始まってなかったです。質問&初見です。突然こんなこと聞いて失礼かもしれませんが、何歳
歳ですか？あ、今年で19歳です。最近聴いてる曲は何ですか？これです。身長とアニメは何が好きですか？そのアニメの好きなキャラ教えてほしいです。身長は151です。最近激ハマりしたのは五等分の花嫁で、いちかちゃんが好きです。家事&育児しながらミッキーちゃんの声聞くの大好きです。ありがとうございます。鬼滅の刃で推しキャラ誰ですか？みつりちゃんが好きです。おーいミッキー、ラブライブのグッズで一番気に入ってるものを3、2、1、はい、はい、ファーストライブの銀手です。はい、これもやばいです。めちゃくちゃレアだと思います。私は朝風呂派夜風呂派、その時々。ミッキー、上からチカちゃんが落ちてきたらどう受け止めますか？ A おんぶ、 B お姫様抱っこ、 C 片手。B お姫様抱っこ。最近声優さんが好きなんですけど、ミッキーさんが一番推してる声優さんは誰ですか？稲見杏樹さんです。声優だけではなく舞台女優でもあります。最高に好きです。いつも楽しみに見ています。ありがとうございます。今ディズニーが開いたとしたら一番最初に何したいですか？今からやります。ありがとうございました。っていうかなると思う。ミッキーさんのディズニーの中で一番好きなアトラクションは何ですか？私もディズニー好きなので教えてほしいです。私もディズニー大好きなんで、ちょっと聞きたいなと思います。ちょっとお時間ない中ちょっと来ていただきありがとうございます。あのね、あそう、そこら辺で大丈夫です。あのディズニーの、ミッキーさん的にディズニーのアトラクション好きなのは何なんですか？はい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 、あーはいはいはい、フィルファーマジックだそうです。私はソアリンです。ディズニー行ったことないんだけど、ランドとシーの違い教えて。調べた方が早いと思うけど、ミッキーの喋りで知りたいな。夢と魔法の王国がランド、冒険とイマジネーションの海がシー。よろしくお願いします。彼氏作る努力してますか？動画見ればわかるでしょ。絶対してないじゃん。どうなの、どうなのよ、どうなんだよ。おっしゃる通りですな、言っただろ。沈む時におすすめの元気になる方法はありますか？寝ることですかね。うん、嫌なことがあったら寝ます。最近知りました、小さい頃の写真見たいです。え、5歳ぐらいの写真。肌綺麗なの羨ましいです。ニキビとかできたらどうしてる？オロナインとマーブと味。痛いわ、おもんな。初代ミッキーチャンネルやミッキーコレコレクション TV の動画を再アップすることはないのでしょうか？自分は2017年からファンになった新参者です。なので動画投稿を始めたばかりのウユウシミッキーさんが当時どんな動画を上げていたのか興味があります。ニコ動にも何本か残っており、黒歴史として動画にされていましたが、それ以外もぜひ見たいです。よくご存知でありがとうございますって感じなんですけど、あのミッキーコレクション TV とか絶対みんな今の人たちは絶対わからないと思うんだけど、あの前のチャンネルで2個チャンネルをやってて、ミッキーチャンネルは変わってないんですよ、前から名前が。まあ今はないからまたこれで使ってるんだけど、コレクション TV っていう謎のチャンネルがありまして、あれね、あの私もなんかちょっと自分でさ、やっぱ気になる、逆に私も見たいんだけど、動画がね、データがもうないのよ、まず。だからあのニコ動でね、私去年一昨年ぐらい取り上げてるあの転送、無断転送されてた動画は、あれ奇跡的な逆に動画なの。すいません、私もちょっと見たいんですけど、ちょっと気になってんだけど見れないっていうね。幼稚園は保育園の時のことを何か覚えていますか？何か覚えてることあったら聞いてみたいです。劇の発表会みたいな時に、あの主役をやって、オズの魔法使いのドロシーをやったんですけど、あの、すごい楽し、劇が好きで、やるのがすごい好きで、あの楽しかったんだけど、旅行練習の時に、あの、めちゃくちゃ風邪を、熱を出しまして、だけど、熱、でもやりたいからっていうので、熱にこう、なんかうわーってなりながらも頑張った記憶。好きな服のブランドは採用されろ。クティール。ミッキーっていつまで経っても小学生顔だよね。小学生顔といえば、まあ確かにまあ、小学生顔っていうことに関してはどう思いますかね。はいはいはい。はいはいはい。あー、なるほどなるほど。あの、小学生受けもするからいいじゃないかと。本人は言ってる。ミッキー、いつも見てます。エンディングは誰が歌ってるんですか？ミッキーが歌ってるのかな？この歌ね。あの、この歌はミッキーじゃないんですよ。あの、フリー素材の。たまたま見つけた当時、もうめっちゃずっと使ってるよね、結局ね。ずっと、すごいいい歌だしさ、なんか好きなんですけど。はい、あの、実はミッキーじゃなくて、フリー音源です。ルーティンみたいです。よろしくお願いします。私も稲見ですけれど、
ども、会場いたら声かけていいですか？あんちゃんのグッズ見たいです。同志の方、ありがとうございます。会場いたらぜひ声かけてください。稲見さんのグッズは、これしか持ってないんだよね。あと CD ぐらい。虹ヶ崎スクールアイドル同好会のアニメ見ますか？虹ヶ崎スクールアイドル同好会で誰が気になってますか？虹ヶ崎アニメ見ますし、虹ヶ崎の推しは、あゆむちゃんです。リッキーの持ってるアクセサリー紹介してください。ネックレスはこのような感じです。これいただいたやつです。はい。これはディズニーストア。これは言葉でディズニーストアで買った。これラブライブのチカちゃん。これは美女と野獣のブルーレイの特典のやつでついたネックレス。これはラジンディズニーストア。これもデシ君の帽子ある。これディズニーストア。で、ここら辺に、これクティールの指輪です。コースカー行った？行きました。どこかで行ってたらごめんなさいだけど、ミッキーちゃんの好きなディズニーキャストのコスチュームを知りたいです。私は定番といえば定番なんですが、ホーンテッドマンションのメイド服が一番好きです。私はランドのウエスタンリバー鉄道のコスチュームが好き。てかめっちゃ着たい。ディズニーで会えたら話しかけてもいいですか？お写真撮ってもらえますか？だいたい一人なんで、声かけてください。で、写真に関しては基本大丈夫。ただ、もしかしたら、なんかめっちゃ急いでる。あと2分ぐらいでもう、あとちょっとあそこ行かなきゃいけないとか、なんだろう、人混みがすごくて撮れるような状況じゃないとかだったらもしかしたらお断りしちゃうかもしれないけど、基本は絶対大丈夫なんで、とりあえず声かけてください。で、だいたい大丈夫だった場合はもう自分から言うから、写真撮りますかって、言うんで。とりあえず声かけてお話ししましょう。ウームさんに入るには大変でしたか？ YouTube 始める前から、ウームに入るのも一個の夢だったから、自分からね、メール送らせていただいたんですけど、夢が叶う前ってめちゃくちゃ怖いなっていうのを、本当そのメールを打つ時に、思った。すごい怖かったけど、いい経験だったし、今もうウームにお世話になってる状況なので、やってよかったなと思ってます。ミッキーがテレビに出るならどの番組に出たいですか？いつも応援しています。テレビに出るならアナザースカイ。ミッキーチャンネル久しぶりすぎる。いろいろ変わりましたね。5年もやってますからね。瀬戸康史さんの動画で4番目に好きな動画は何ですか？瀬戸さんのメインチャンネルじゃなくて瀬戸康史ミニっていう瀬戸さんのサブチャンネルのマリオの切手の動画4番目で好き。すごいね。なんでこんなアンチを言うのに YouTuber やってられるんだろう。すごっ。メンタル半端ない。うん、それな、私も思う。傷つくけど好きなんだろうね。好きってことを忘れるぐらい好きなんだよね、多分。だからやってる。そうなんやね。あとミッキーちゃんの偽アカあったよ。今喋ってる。そうなの？昔よりは痩せてる。昔はデブ肉まん。通信制高校にも行かず YouTube だけでやっていく覚悟があるように見えるけど、未来のことを考えながらやった方がいいんじゃねとは思う。マジレスすると、私は YouTube で自分の気持ちをこうね、素直に本当のことしか言ってないから。でも YouTube はミッキーとして必要なことを素直に言ってるだけであって、大塚美優としてのことはみんなに必要ないものもあるから、大塚美優の中でミッキーとして必要なことは取り出すけど、いらないことは言ってないから、何が言いたいかっていうと、 YouTube で見せてることが全てではないから、別にわざわざ言ってないだけだから、やることっていうのはたくさん決まってて、 YouTube だけではなくて、もう私いろんなことをやりたい人だから、ミッキーとしては YouTuber っていうものだから何もしてないけど、大塚美優としてはいろいろなことで行動してたりとか、まあいろいろやってるんですよ。実は考えてない人はいないよっていう。よろぴく。ずっと登録者減り続けていますが、今後の対策をお聞かせ願いたいです。あと、自堕落な性格な人を好きになれますか？もし嫌いだと思うなら、それがあなたを見て他の人が抱く印象です。確信しかついていない。ミッキー絶対採用してくれ。都合の悪いことは無視。これがミッキースタンス。いろんなことから逃げて生きているからね、ミッキーは。別になんとも思いませんけど、それがミッキーチャンネルのスタンスですし、彼女の出せる色です。嫌なら見なければいいし、見たいと思う人が見る。というのが大前提です。このチャンネル、動画に対して、あなたがとやかく言う資格はあるのでしょうか？ヘルシェイク矢野のこと考えてた。あー、危ねえ。なんで？コメント欄自分から閉めたの？コメント欄閉めないでよ。閉めてなかったらこれからも見てあげるよ。つまりこれを再現した映像がこちら。ミッキー、ミッキー、お前再生回数が欲しいなら今すぐコメント欄を開けろ開けろ。じゃなかったらもうこの数を減らすぞ。数を減らすぞ。登録者もさせないようにするぞ。30万人行きたいだったら開けろ開けろ、いろいろ開けろ開けろ。開けたか？開けろ開けろ開けろ。
あげ、やるか、やるか。見ないぞ、見ないぞ、見ないぞ。動画を見ないぞ。見ないぞ。あげた。お、あげた。お、あげた。あげた。あ、いや、まだだ、まだだ。いや、コメントだけじゃない。評価もあげる、評価も。評価もあげる、そう。そうだ、そうだ、そうだ。もう、ほんと、閉じんなよ、ほんとにもう。閉じた瞬間にもう、これはもう、見ない。見ないからな、マジで。マジで見ないからな。それとりあえず、メインチャンネルだけで言う。別にいいよ、その。ほんと、閉じないで。いい、もう、その、もう、大丈夫、開いた。開いた。高評価も、評価もだぞ。評価もだぞ。お前の評価だぞ、それは。まあもう、ほんと、評価も閉じたもん、これ、こうするからな。これをこうするからな、これを。もう絶対に見ないからな。行くけど、チャンネルと動画は、チェックはするけど。するけど、見ないから。クリックしないから。開いとけ。わかった。とっけ、本当にもうやめてね。本当にやめて。本当にやめて。やめた、本当に。本当、閉じないで。コメントは閉じないで。閉じないで。あ、大丈夫。ダメだ。早起き、ダイエット、動画投稿と長続きしないミッキーさん。自堕落ミッキー動画から視聴者の半数が低評価を押す、ミッキー評価隠すの無限ループだと思うんですが、いつになったら評価もコメント欄も解放するんですか？あと、いつから実家から離れて独立するんですか？まあ質問もするだろうし、独立も一生無理そうだけど。ね、どうするんでしょうかね。ちょっとまあ聞きますか、また。え、動画投稿もしてるんですか？あー、ありましたね。そうですよね。私も登録してます。あのミッキーマウスっていう YouTube チャンネル、確かにあれもう結構前から動画投稿止まってますもんね。あの動画投稿も続いてないってこう言われてますけど、どうですかね。あー、まあそうですよね。まあ忙しいですもんね、ミッキーさんね。あまりそういう怖いことは言わないでほしい。なるほど、なるほど。僕も頑張ってると。僕も頑張、そうですよね。また、忙しいですもんね。いろんな状況でね。今、グリーティングとかもあんまりできませんしね。なるほど。あの、コメント欄の解放とかって考えてるんですか？あの、何より、その、生の、イベントとかでのその、実際の時の会話で、そのコメントが本当だと思ってると。ネットのコメントはあまり見ないと。人間の悪いところが出てしまう。なるほど。なるほど。あの言ってましたもんね、シュガーラッシュオンラインでも。なるほど。あ、ミッキーさん実家暮らしなんですか、あれ。なんか独立しないんですかみたいな。いつ実家から離れて独立するんですかってあの言われてるんですけど、あのどうでしょう。ディズニーランドという場所が独立の場所だから、うん、まあ新しく建てることはあるかもしれないけど、出ていくことは、そうですよね、そうですよね。出て行ってしまったら、みんなびっくりしちゃいますもんね。ミッキーがいないってなっちゃいますもんね、ミッキーさん。そうっすよね。独立はそうっす。なるほど。すいません。すいません。あ、もう帰られ。お疲れさん。あ、すいませんでした。ありがとうございます。だそうです。LINE のトップが何の画像にしてますか？これです。後ろはこれです。お金の管理は親ですか？自分です。初コメ、もしなるなら、朝日、スーパードライ。ウータン、どっちがいいですか？ちなみに僕は葉緑体になりたいです。朝日スーパードライはまだ飲めないからウータンかな。はい、ということで1時間半に及ぶ質問コーナー終了しました。1時間半じゃないです、2時間ですね。80個ぐらい答えたから、あのもしかしたらあの編集でここカットしちゃおうってカットしちゃうかもしれないから、確実にこの数字なこの数って言えないんだけど、大体そんくらい。あの楽しかったね。久々に質問コーナー感ある質問コーナーをしたんで、はい、一人でね、なんかすごい部屋が汚くなってますってことで最後まで見てくれてありがとう。この動画面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。ミッキーツイッターとインスタやってますので、そちらもフォローよろしくお願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。たくさんの質問、リクエスト、ありがとうございました。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。